はい、2017年の7月24日です、今日は新宿で7時から9時までです。今10時過ぎですけどね。朝7時から10時過ぎ、いや今日はもう痛いんで、右手が痛いんで、ちょっと休んでますけど、もう最近休む、ちょっと休むかもしれない。右手が痛いって、右手が赤くなっているって。でも休むといってもこれがこのままこれでいくかもしれませんね。もう僕もいつまで殺される、いつ殺されるか分かりませんよ。ピンクのセロテープなんか持ってるから、僕は別に悪意はないんですけど、僕を殺そうと、皆さんが殺そうとするから。ということで、特別もうずっと切り作業してる、もう手が痛いね、休みたいです。なんか今日昔のなんか日本風の和菓子風の、なんとか千代なんとか紙がありました。で資料、小型資料をちょっと見ましたけど、はあ、まああれぐらいですね、はあ、なんか鳩の50円切手の絵の描いた小さいビニール収納パックも使いましたけど、70枚次入るという。今日はそういうことしてたのであまり話すことがないっていう。野村ビルに行きましたけど、最初野村ビルに行ったら、いきなりあれですよ、アイスコーヒーを飲みました。アイスコーヒー、ダイソーでも何度か行ってあのストッキングが気になりますね、ダイソーの。ダイソーのストッキング。僕を目の敵にして。なんて自己中なんでしょうかね。ピカチュウなんでしょうかね。あんまり頭脳労働はしないですね。もう頭脳労働したくないです。ああ疲れる。もういつ終わるじゃね。大変ですけどね。まあリードさんの人とかいるんでしょうかね。野村リードさん。ああ。疲れるからもうちょっと今日何も話す気にならない。では失礼します。